クリス・ウィルコックスは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州、ローリー出身の元バスケットボール選手。身長208センチメートル、体重106キログラム。主なポジションは、パワーフォワード。メリーランド大学に進学したウィルコックスは2002年、スティーブ・ブレイク、フアン・ディクソンらと共に、同大学初の NCWA トーナメント優勝を果たす。2002年の NBA ドラフトで、 ロサンゼルスクリッパーズから全体8位で指名されて NBA 入り。クリッパーズでは目立った成績を残せなかったが、2006年2月14日にウラジミール・ラドマノビッチとのトレードでシアトル・スーパーソニックスに移籍するとまとまった出場時間を与えられるようになり、それに伴って成績も改善した。2006年4月4日のヒューストン・ロケッツ戦では、 キャリアハイとなる24リバウンドをマークした。これは、シアトルのチーム記録1試合25リバウンドまで、あと一つに迫る記録であった。2009年2月19日、マリック・ローズとのトレードで、ニューヨーク・ニックスに移籍した。同年7月22日、デトロイト・ピストンズと複数年契約を結んだ。2011年12月9日、ボストン・セルティックスと契約を結んだ。 運動能力に優れたビッグマン。走れて飛べる能力を活かして、リバウンド争いに参加するほか、フィニッシャーとしての役割もこなす。アウトサイドからのシュートは苦手としており、跳躍力に比べて、ブロックが少ないなどの課題も抱えている。ありがとうございます。